海外のモダンヘイトめっちゃ高いよね、なんか。海外のモダンヘイト高すぎてびっくりした。なんかさ、日本、あの、英語翻訳できんかったねんけどさ、エボの会場に、なんていうの、持ってる人がいて、こういう段ボールじゃないけど、張り紙、看板みたいなのを持って歩いてる人がいて、で、何を持ってるのか、なんかね、文章書いてあってさ、なんか意味はようわからなかったねんけど、モダンの M のマークの画像と一緒に、なんか文章書いたやつの張り紙を持って歩いてる人がいて、まあ多分それってさ、いいこと書かれてないやん。モダン最高みたいなことがさ、その看板に書かれてるわけではないやん、絶対。絶対かわからんけどさ。多分あれもモダンに対するなんか、あれだったんだろうなって思う。デモみたいな。なんかだから日本はさ、日本ヘイト少ないっていうかさ、なんかやっぱ率先してプロの人たちがモダンはいいよねって言ってるから、なんかヘイト向かずに済んでる気はするわ。ファンクがめっちゃ煽りツイートしてたよね。直訳になっちゃうからだいたい意味合い合ってるのかちょっと怪しいけど、私は現代のプレイヤーと戦うのが大好きで反応テストしているんですが、彼らが反応しないのを見るのはあまりにも面白いですなんか多分 あいつめちゃめちゃなんかね、感情が直情的なんよね。もうなんか出ちゃうみたいな。こういうツイートしなければいいのになって俺は見てて思うねんけど、いやなんか自分で狙ってさ、何なんか炎上系なんちゃらみたいな狙ってやる分には全然いいなと思うんだけど、なんか多分あいつ狙ってやってるわけじゃないよね。シンプル失礼みたいな、シンプル失礼ないの。あ、そのんでりだね。ここでさ、心からモダンなのに反応できないの草って思ってるんや。そう、そういうこと、本当にそう。心からの発言なんやと思う。あ、ごめん。ハイタリさんがエボのトップ6で1回負けたらモダンの限界だみたいな感じで、なんか今世間の風潮になってるけど、さすがに判断材料が少なすぎるんではないのかと思ってしまうな。そもそもトップ6行ってんのが海中やし、それで1回メナに3サチ巻きて、これはモダンきついんじゃないか、さすがにちょっと時期尚早な気がする。てかすげえどうでもいい話していい？エボ行ってたらさ、知らん人から声かけられて、外国人の人やけど、あ、なんか片言の日本語で川野さんみたいな言われて、ああイエスイエスみたいな言ってたら、おお、お、思ってたより身長低いみたいな言われてあ、はははーって愛想笑いした。おお、すいませんすいませんって言われた初手侮辱おお、思ってたより低い言われたひとぼの追加ボタン気になる。よくぞ聞いてくれました。私体験してきました。あの追加ボタンですね、ちょっと待ってね、これ終わったら話します。ちなみに1年ぶりに人ぼの人たちと会うからお土産持って行ったんですよ。東京バナナ、しかも東京バナナに、しかも向こうの人たちが大好きそうなピカチュウのイラストが書いてあるやつ。そしてそれ渡したら、おお、ピカチュウって喜んでた。ヒトボの新商品試してきたんですよ。まあどういうのかっていうと、まあ普通に今ボタン増設とかしようとしたら、みんなさ、もうこの天板とか改造して穴開けてるやん。まあ超めんどくさいと思うし、お金もかかると思うねんけど、あのヒトボの今回の新商品はこのボタンにつけるんよね、アクセサリーみたいな感じで。でそれつけて、つけたやつを押せばそのままボタンになってるっていう。なんか見た目はね、ボタンっていうよりかはなんかキーボードみたいな感じ、タッチパネル的なのを想像してくれればいいんだけど、あれめちゃくちゃ良くて、で触ってきて、まあ何がいいかって、お手軽にボタン増設できるのが一番いい点なんだけど、商品名なんだっけな、コンボエクステンション、そうそう、まあエクステンション、英語でまあ拡張みたいな、そういう感じの意味やねんけど、まあ俺今回エボ行って触ってきて、めっちゃ良くて、
静音かどうかが気になる。とりあえず俺が触ってきた時は静音だった。まあただまだ試作品だったからどうなるかわからんねんけど、で本当に基盤変更しなくてただつけるだけやねんけど、あの懸念点としてただつけるだけやからちょっと動くんよね。ちょっと強く押したら簡単に動くようになってんのよ。いろんなとこに楽に設置できる代わりに、あの簡単にずれちゃうようになってて、ちょっと力入れたら。だからえこれずれちゃうのはちょっと微妙じゃないかって聞いたら、あいやもちろんそこは修正するつもりっていうか、なんか動かないようにする調整を考えてるみたいな言われたから、あめっちゃいいやんと思って。そう、基板内蔵のボタンって感じ。本当に自分の好きな位置にボタン増設できるよ。いやすごいなと思った。でなんともう一個試作品のやつを実は見てきまして、まだツイッターとかどこにもまだ発表されてないやつを見せてくれて、俺ちなみにそっちの方が感動した。ただこれはまだ言うなって言われてるから言えません。ちょっと楽しみにしててください。めちゃめちゃすごい、めちゃめちゃすごいのを一歩出してきたなって思った。匂わせでございます。まあお待ちしてください。まあ今年中には発表されるんじゃないかな。いや革のモデルとかじゃなくて、もう単純に便利、単純に便利。モダンいらないと思わないで、モダンの限界天井見えた考えたね。英語で格ゲーとか集中すると結構行き止まるから、肺活量鍛えられるのはどうかもな。ちなみに去年の SFL 前に俺がやろうとしてた練習方法、あの結局なんかめちゃめちゃお金かかるってことになったからできなかったんやけど、あの高山トレーニング視野でした。あの酸素薄いところでトレーニングすれば、大会中ってやっぱさ酸素あんま吸えへんくって、本当に全然吸えないよ大会中って緊張で。だから常にその状況を作ればええやんって思って、でまあ高山行くのはきついから、なんか施設で低酸素にする、低酸素状態にする施設とかあんのよ。だからそれやろうとしたんやけど、なんかもうめんどくせえしいっかと思って、めんどくせえしっていうか、その対戦相手もそこに呼ばなあかんからさ、めんどくせえって思って。 e スポにも効果あるんかな。なんか効果あるっていうか、なんか俺こういうのやるときってなんだろう、自分はなんかそういうのもしっかり視野に入れて練習してきたっていう、なんか自信を大事にしたい派かな俺は。効果あるなし置いといて、まあなんかプラシーボ込みでありだなって俺はこういうの思う。川野さん的には20歳の頃より反応が落ちたなって感じてますか。これなんやけど、多分ね、あんま変わってないんよね。多分あんま変わってないと思う。なんかね、昔って、てか確かに昔の方が、じゃあ、何々を見てから止めるとかできてたと思うんやけど、なんかその時ってさ、そもそもなんか格ゲー経験値浅いからさ、他にも考えないといけないことあんのに、何かに一点集中してたみたいな感じやから、なんか一概には昔の方が反応早かったとは思えへんな。だからなんかね、やっぱ対戦してて明らかに10代20代の人の方がインパクトを返してくるんよ明らか。今の30代40代の人たちの方がやっぱ返す率って少ないねんけど、どっちの方が強いかっていうと、やっぱ勝ててんのは30代40代の方なんよね。だからやっぱインパクトだけを見る、だけを見ちゃってるのかもしれないよね、そこは。だそこら辺のバランスだから、あのカチェル君とかはあのインパクトも返すし、なんか他もなんか見てそうなうまさあるけど、カチェちゃんもはやインパクト見てない説ないか。いやあり得る、見なくても返せるみたいなこと言った気がする。かあ憎たらしい、かあこちとら一点集中じゃい、一点集中で返せないんじゃい。